糸井が22月2日帯は、日本の前衛芸術家、ハプニングアーティスト、ダダイスト。日本のハプニングアートの元祖。1964年東京オリンピックや1970年大阪万博といった高度経済成長の最中に、路上で裸体を用いたハプニングを、ゲリラ的に言った。長年美術界から目殺され、記録資料が乏しいこともあり、しばしば伝説と称される。 通称、ダダカン。1920年、東京府豊玉郡ヨ国淀バ市に生まれる。1923年の関東大震災で被災。少年期は祖母や叔母の影響で宗教に親しみ、小学校時代にキリスト教の洗礼を受けた。小学校の頃から図画工作に親しむ一方で、中学校では機械体操に熱心な学校だったこともあり、オリンピック選手だった。 卒業生の指導で鉄棒に熱中したという。1937年東京高等、工学校予科に入学するも、他に不足と卒業せず不定室で、機械工学科を中退。1941年、京都のはぎり版製作会社に入社するも、1943年ノイローゼで、退社。同年8月から10月にかけて、クルメ戦車隊に教育招集され、 戦車を格納するための穴掘りをさせられる。1944年4月、京都の西地森会社の無効用紙になる。1945年、徴用され、福岡県田川の古川大砲炭鉱で、米軍捕虜や強制降印された、朝鮮人たちと長時間の過酷な最短労働に、従事。2ヶ月後には、熊本の特赦部隊に送られ、ついで、鹿児島県霧島へ向かう。 吹上浜から少し登った山道の号に潜み、敵が来たら爆弾を抱えて外に飛び出して体当たりする訓練を受ける。これはアメリカ軍の本土上陸に備えて戦車を特攻隊のように迎え撃つ自爆兵としての訓練だったが、結局本土決戦のないまま終戦を迎える。終戦直後は改めて鉄棒を習い、体操選手として活躍。 1> 第1回国民体育大会にも参加。他方で商売を始めるもうまくいかず、1946年4月の離婚後、1947年再び戦中と同じ炭鉱での校内労働に戻る。1949年から1952年まで、東京の芝浦冷蔵庫に勤務するが、ここでの労働も過酷なもので、体を壊してしまう。この頃、 当時一世を風靡していた、読売アンデパンダン展を知り、芸術の道に踏み出す。1951年、第三回同展に、卵のオブジェで、初出品。翌年10月に退社後、仙台に移って再婚し、一時制作から離れるも、1955年に離婚して、東京に戻り制作を再開。大森三郎の,の自宅に、糸井漢字美術研究所の看板を掲げる。 16歳で上京した中島義雄が研究所に毎週通う。1957年7月、古典でコラージュ、折り紙、盆栽、若短冊、ボロックスに増加を受けた作品を発表。同年12月、村松画廊にてアクションペインティングの大作を発表。翌1958年、読売アンデバンランテンに、 校内労働に関わるテーマの作品を発表したとされ、以後1963年の同点最終回まで連続で出品した。この時期、未来派美術協会のリーダーだった、不問赤月と進行を結ぶ。1959年、美術家、吉村正信から、ネオダダの前身となるグループへ参加を要請されるも、事態。翌1960年には、写真家、 東松マ・明に頼まれて、美術家、篠原・牛夫と共に被写体となるなど、この頃すでに芸術関係者が糸井に注目を向けていたことが分かっている。同年5月、ネオ・ダダが結成されて間もない東京から離れ、大分県中津のおばの家に移り住む。この頃、ジョルジュ・ユニエ、ダダの冒険や鈴木大説の本を購入し、ダダと善に共鳴していく。中津においても、 オブジェやフォトグラム、版画を発表し、徐々にオブジェと自身の体を用いた写真を撮影するようになった。このまま読売パンダン店への出品は続けており、毎年見かける糸井の作品について、美術家、文筆家の赤瀬川玄平は、それがわいせつなのか神聖なのか、芸術であるのかどうかもわからず、読売パンダン店の一つの代表的な印象と、 なっていると三時を送っている。1962年の第14回ではトランクを開けると中に男女の工房を描いた浮世絵版画が入っているトランクや覗き箱の中に5000円の株券を20枚貼り付け上からお姫様がオーナニーをしている様を描いた版画をコラージュした自家発電破れた桃引きから卵の殻が増殖した弾痕の突き出た桃引きの 計算店を出品しようとし、同店が無審査、自由出品を掲げているにもかかわらず、全店展示を拒否された。翌1963年の第15回においては、開催館入り口でアンビートのメンバーらと反乱になって警察に連行され、この年をもって同店は中止に追い込まれた。1962年から本格的にパフォーマンスを始める。その特徴として、 第一に、一時的に他のグループと共演することがあっても、基本的には単独での行動だった。第二に、そのパフォーマンスは、ほとんどの場合において、日時、場所が事前に告知されなかった。第三に、予定も設定もなしに行われるほか、しばしば他の作家たちが設定したイベントに便乗して、行われた。以上の理由から、証言や写真、印刷物による記録に乏しく、 糸井の手元にあった資料もメールアートとして送付されるなどして多くが3逸、紛失してしまった。第四にそのパフォーマンスを実際に見たり、あるいは会ったこともない人たちからも特別に敬愛されている。実験した仙台の画家宮城テ夫は神聖そのものと述べているし、糸井と仙台で出会った後にゼロ次元の中核メンバーとなった上条淳次郎は、 糸よ、神として尊敬しているとさえ言うほど、深刻化されている。全裸聖火ランナー、東京オリンピックの開会式を6日後に控えた1964年10月4日、祝東京オリンピック、聖火体験と書かれた赤いタスキをかけ、頭に白布を巻き、白ふんどしをつけ、丸めた新聞紙から赤ふんどしを覗かせて、聖火リレーを模して銀座通りを走った。 走行中にだんだんふんどしが緩んで、ずり落ちるように計算して、途中で全裸になった。当人の予想通り、その場で逮捕され、精神病院に入れられた。その動機として、全国を巡回していた聖火ランナーが仙台に来たのを、見て、聖火があまりにも美しかったものですから、その足で上京しましてと、後年語っている。殺すな1967年8月。 宮城県民会館における今日の集団展のイベントでコロスナの文字を掲げたパフォーマンスを行う。これは4ヶ月ほど前にベルヘレンがワシントンポストに岡本太郎の書いたコロスナの文字を全面広告として掲載したことに由来する。1970年に吉田義恵の取材を受けた際には糸井がコロスナの文字を持って走る様子と 第二次世界大戦中軍も殺し合いはできないと書いたタスキをかけて全裸で歩く様子が写真家、花賀光都氏によって撮影された。以後、糸井はこの文句を繰り返し用いている。近年では文化庁の愛知トリエンナール2019に対する補助金不交付の決定に抗議する署名運動が岡本、糸井に習って文化庁は文化を殺すなと命名され、 これに対する賛同メッセージとして、糸井が手書きの、コロスナのメッセージを寄せた。また、2020年の糸井の100歳記念古典は、コロスナ、天と命名され、これにまつわる作品が展示された。全羅失踪1970年4月26日夕方、赤軍のヘルメットをかぶった、覆面の男が、警備員の静止を振り切って、太陽の塔の最上部の、 金色の顔右目に侵入し、万博粉砕を叫んで牢上した。大阪府警は百数十名の機動隊員を投入して説得を開始したが、男は近づいたら飛び降りると眼鏡に抵抗し、それから5月3日まで選挙を続けることになる。翌27日午前10時、太陽の党制作者の岡本太郎が事件を聞きつけ、党の前にあるお祭り広場に来場。 双眼鏡で目玉男を覗き、記者に対して、生かすね。ダンスでも踊ったらよかろうにと回答。同日、糸井は大分、湯布院で入院治療中の母親を見舞って、仙台へ帰る記者の中で、たまたま目玉男の新聞記事を見かけた。この大胆不敵な単独行動を取った男を激励しようと、大阪で途中下車。はじめは、 太陽の塔のもう一つの目玉に登ろうといくつか、ルートを考えたが、警備が厳しく断念。少しでも高いところにと近くの非常階段を目指すが、それも叶わず、最後の選択として走り出すこととする。近くのトイレで着替えを済ませ、前田にレインコート、靴に、ソフトボサングラスといういでたちで、バックをロッカーにしまいに出た。午前11時45分。 すなわち岡本太郎が会場を去った一時間後、母の塔脇の階段をコートを脱ぎながら走り寄り、帽子を残して全裸になると、機動隊、報道陣と野印馬が集まるお祭り広場に群衆の前に規制を発しながら踊り出た。太陽の塔をめがけて走り出すも、すぐに機動隊に追いかけられ、15メートルも走らないところで取り押さえられ、逮捕された。以上の行為について、 研究家の黒田雷児は、同年代の裸体を用いた作家たちと比較して、決まって単独行動であり、物々しい衣装や異常な仕草などの演出もほとんどなく、告知もせず、警察による介入も防ごうとしない、呆れるほど無造作で無防備なものだったことを特質として挙げている。そして、その思想にダダと善が影響していることを指摘した上で、虚色や、 自己主張を捨て去った剥き出しの、あるが、ままの自己を他者に差し出すことを投機とした、全的な自己放棄であったと説明している。評論家の沢良らの意は、だだと善に加えて、対象アナーキズムの影響を指摘し、ダダ間の思想と行動原理、そして、芸術道は、震災ショック、炭鉱労働、自爆舞台、読売パンといった、近代日本が矛盾の中くぐり抜けてきた、 うぞうむぞうを体験する中で、大正期に、特有の、生命の跳躍をみなぎらせた自己テロル性の奔放、未来派芸術などが、戦後、記憶から、ゆっくりと取り戻されながら、形作られていったものと考えられると、その時代性を説明している。また、評論家の福住蓮は、糸井が、無自覚のまま気候を繰り返す天然の基人ではなく、 自らが異常というレッテルを貼り付けられがちなことを十分に自覚していたことを強調し、パフォーマンスの形式面でも、それを衝動的に導き出した表現欲動の面でも、だだかんこそ、実は最も純粋かつ誠実に、あるいはまた正当に、美術の本質を体現した美術家ではなかったか、といといを正当な美術史に位置づけている。1970年代に入ると、 糸井は年老いた両親の看病に専念するようになり、また、週刊誌などの報道を忌避して、世間との交わりを断つ。1980年代からは、反戦、反原発、セックスを主題に、版画やコラージュ、メールアートといった紙による表現を一貫して、行うようになる。1996年に編集者の竹熊、健太郎が糸井との接触に成功し、 クイックジャパンで特集を組んで以降、徐々にその活動が知られるようになる。2008年9月、上原聖一郎による資料展、鬼っぱなし展」だがかん2008、糸井岩二の人と作品が東京で開催。2009年には宮城県美術館の前衛の宮城展で糸井の1950年代の版画から、ハリエ、パフォーマンスの記録写真など30点余りが 一挙に公開された。2010年5月、死死、死用21号に俳句を寄稿。以後、死用には、週刊号まで寄稿を継続。糸井は、俳人、飯田学郎に指示していた。2011年3月11日、東日本大震災を、仙台の自宅で経験。3月11日の未明に、詩人、京谷博士明によって、 フェイスブックページが開設された。福島原発事故を受けて、防護服に見立てた白い作業服を着て茶の間に身を置く、セルフポートレートを撮影した。2010年10月に、鬼っぱなし社を訪問した、京谷広志明との対談の様子を記録した、ドキュメンタリー映画、ただっこかんちゃんが2011年4月に完成。6月の京都を皮切りに、大阪、奈良、福岡、天草、 東京、仙台で、上映会が催された。2012年5月の仙台アンデパンダンでは、ダダッコカンチャンロングバージョンが上映され、11月5日から11月10日には、京都聖火大学情報館にて6日間の上映会、及び京谷広志明と竹熊健太郎によるトークイベントが催された。ダダッコカンチャンは、第4回前橋映像祭にも出品された。 2013年1月19日には、大使堂ハンギと称し、全裸で3点倒立する糸糸パフォーマンスアーティスト、大橋のりこがコラボレーション。大橋は、全裸でシンバルを叩いた。2013年2月の大橋のりこ個展、いこう、いこう、レッティング号にて、映像と写真を発表。大橋のインスタレーションには、糸井のメールアートや石川ライタの放射性。 廃棄物ドラム缶が使われた。2014年8月、串屋転生のキュレーションによる展覧会、花咲く、G3 我が道を行く長経験者たちから2出展。その他、編集者、鈴木京一の、独居老人スタイルや、ライター、平井太の、ビオクラシー、福島に、すでにあるで糸家のインタビューが行われ、それぞれ関連展覧会が開催されている。 2017年9月、仙台のホロンギャラリーで、古典、ペーパーペニスエキシビジョンを開催。2020年12月2日には100歳を迎え、これを記念して、タダカンの、殺すな、展が開催された。2021年7月、小池光一により、タダカン、糸井漢字古典ペーパーペニスエキシビジョン観光。2017年にホロンギャラリーで開催された古典の、カタログである。 2021年7月10日から9月5日、東京ビエンナーレのプロジェクトとして、宇川直弘が、糸井のパフォーマンスを AR で再現する作品を発表。墨田川開脚3点倒立、コロスナ2021。ありがとうございます。